てか、親がなんか飯食うとか言って何も飯をよこさないんだ。気のせいですか？もう完全忘れてるよね。もうカップヌードル買ってきたからカップヌードル食べようかな。カップヌードルカレー。カップヌードル買ってきたからカップヌードルカレー食べようかな。パチスロ行かないの？いや、もう毎日行ってても疲れちゃったから、今日はね、久々に休んでますよ。まあ、あと、ちょっとミルダムもやんないとって思ってたからってのもあるんだけど。アバーガーと思う。カップヌードル作ってくるかな？カップヌードル。カップヌードル、お湯沸かして作ってくるわ。あと、飲み物なんかないかな？よいしょ。カップヌードル。お湯入れてきました。あと見てください、皆さん。バニラヨーグルト、アマオーなんてのがあった。アマオーイチゴ。こんなん絶対美味しいやん。これバニラヨーグルトってめっちゃ美味しかったからね。よいしょ。こんなん絶対美味しいじゃん。うん、うまい。めっちゃうまいやん。そもそもバニラヨーグルトがめちゃめちゃうまいからね。これ超うまいな。うん。超うまいこれ。このバニラヨーグルト超うまい。一番うまいヨーグルトって多分バニラヨーグルトだからね。まあ多分3分経ってないと思うけど、ちょっとやっぱ硬いな、まだ。人の金で買ったもんはうまい。まあちなみにこれ僕の金で買ってますけど、これ自分でコンビニで買ってきたんで。よいしょ。
僕の金はリスナーの金だろ。それ言ってんの。他の配信者にも言ってきなよ、じゃあ。俺だけじゃなく他の配信者にも言ってくれよ。まあ、それこそ、俺よりも、マンスリー、ジョイとか、もっと何倍も稼いでる人たちに言ってくれよ。一発でもし水口ランプあったら撃ちますか？撃つに決まってんだろ、バカじゃねえの。逆にお前撃たねえのか、アホか。バカじゃない。撃つに決まってんじゃん。だって、期待値一発でもどんだけあるんだよ。うん、しかも、まあ負けないじゃん。しかもさ、一発だとしても4台撃てたら、だって4円パチンコと、あれ一緒よ、期待値。うん、一パチでも四台同じ台を打ったら、もう四発と期待値変わんないから、ね。うん、打つに決まってんじゃん、ほんな。逆にあなた打たないですか？4台も落ちてるわけね。だって1日で4台なんかめったに拾えないだろうけど。長い目で見たら4台ぐらい拾える時もあるんじゃない？ずっと立ち回ってれば。まあ、最近もでも右打ちランプエナ機種減ったからね。最近はもう拾ってないけど。だって別に1パチも4パチも含め、4台以上とか余裕で拾ってるけど、別に1パチでもさ、長い目で見て4台拾えば別にもう4パチと変わんないじゃん、期待値は。もう今、寝台で右打ちランプエナも効く機種減ってるじゃん。今だってさ、稼働があるようなメイン機種とかであんまないじゃん、もう。完食。
やっぱね、カップヌードルカレーは鉄板っすね。美味しいっすね。カップヌードルカレーをまずいとか言う人ってこの世にいるのかなってぐらい。カップヌードルカレーをまずいって人多分この世にいないんじゃないのかな。こんなまずいわけないからね。